今私はところてんを食べようとしております。そこにできた小さな穴から絞り出すように中身が脱出する。皆さんこんにちは、太田勝也です。今回は私の専門である鼠径ヘルニアについて説明したいと思います。ヘルニアとは臓器が収まりきらなくなり本来あるべき場所から異常に外へ脱出する状態のことを言います。ヘルニアは首や背中だけではなくお腹にもできます。下っ腹や足の付け根、いわゆる鼠径部と呼ばれる場所からお腹の臓器、小腸と大腸などが外に出る状態を鼠径ヘルニアと呼びます。脱腸とも呼ばれる病気です。患者さんの大半は立つ、歩くときに鼠径部が膨らみますが寝ると治るという症状があります。もう一度ところてんの機械を見てみましょう。発生する方法は2種類あります。まずは生まれつき穴が開いてしまうものです。これがほとんどです。生まれた時には睾丸は腎臓の裏、背中にあります。生まれてから1歳までの間に足の間まで降りてきて玉袋に収まります。女性は子宮の額の部分に存在する子宮炎靭帯がそれに当たります。ここまでは前回のおさらいです。この時に周りの腹膜が引き込まれることで腹壁、お腹の体のところに穴が開きます。二つ目はこの器具のように以前は強い場所が年齢などの影響で体を支える組織が弱ってくると同時に穴が開いてきます。重力の負荷の最もかかる骨盤内で一番弱い組織、鼠径部を中心に弱くなります。いずれの方法でも結果同じ、穴が開いて内部の臓器が飛び出してくることになります。お腹の臓器が本来あるべき場所からはみ出す原因や、はみ出している場所の違いによって患者さんが自覚する症状は多彩に存在します。また、同じ病気であっても、人によって自覚する症状は異なることもあります。発見するきっかけも違ってきます。鼠径ヘルニアの症状は、重症度から順に4つに大別されます。お腹、足の付け根、太もも周囲、鼠径部と言います。ここにしこりができて、まず違和感が生じます。当院の2021年の調べでは、52%、約半数が腹部のしこりを主訴に来院されます。2番目に、鼠径部が腫れてきて、寝てから押すと引っ込んで治る状態です。患者さんの大半は、立つ、歩くときに鼠径部が膨らみますが、寝ると治るという症状があります。3番目に今までは違和感であった、しこりだけであった症状に痛みが加わります。日常生活に支障が出てきます。強い痛みがある場合はすぐに相談してください。4番目は鼠径部が腫れてきて寝て押してみても簡単に戻らない状態になると危険なサインです。持続的な疼痛、痛みがある場合、お腹の臓器が脱出して戻らない状態と考えてよいです。緊急手術になるような大変危険な状態です。一方で、鼠径部に痛みはあるものの、鼠径部の膨らみがはっきりしないことがあります。これは鼠径ヘルニアではない可能性があります。これを鑑別疾患と言います。特にスポーツに関連した病気や、股関節に関連した病気が隠れている場合もあります。女性では子宮内膜症などで鼠径部に痛みが発することもあります。ヘルニアの専門医であれば、そのような病気も念頭に置いてあります。まずは相談すると良いでしょう。立つ、歩くときに鼠径部が膨らみますが、寝ると治るという症状があります。これは鼠径ヘルニアです。治療法は手術しかありません。症状によって手術を早めに考えましょう。特に、1、強い痛み。2、日常生活に支障をきたす人。3、押しても簡単には戻らないような変化がある場合。この3つの場合は早めに手術を考えた方が良いです。体の構造が原因で内部の臓器が穴から飛び出して発生するのが鼠径ヘルニアです。対処方法として、この穴を塞いで補強する手術が行われております。立ち仕事やお風呂に入っているとき、お腹、特に下っ腹、足の付け根、太もも周囲にしこりができて違和感はありませんか？寝てから押すと引っこで治る、そこに痛みありませんか？ご家族にこのような症状で悩んでいらっしゃる方はいらっしゃいませんか？放っておくと緊急手術が必要な危険な状態になることがあります。このような方は鼠径ヘルニアの可能性があります。鼠径ヘルニアの症状は多彩に存在します。現在お悩みの症状を一刻も早く治し、元の生活に戻ることができることを願っております。太田勝也でした。